ジックシェア。はい、ちょっと遅れて始まりましたが、世界に誇れる日本のミュージシャンを紹介する音楽番組ミュージックシェア、司会の本田道夫です。おととい TV フラットから生放送でお届けしております。では早速ですが、本日のゲストザ・セイモスさんのライブからお楽しみください。どうぞ。Fresh.Fresh!
ありがとうございました。ザ・セイモンさんです。お三方にはちょっとお話を伺いますので、こちらの方にお越しくださいませ。そしてあのマイクはどのようになりますか。あ、こちらとこの一本はマイクごめんなさい、マウス感、あ、あのマイクってお借りしてもよろしいですか。すいません、ちょっと足りなくてですね、汗いっぱいでありがとうございます。汚いつもりだった。すいません。なんか今日あれですよね、珍しくないですか。なんかいつもリーゼントをしてるような感じの、はい、はい、すいません。マークさんと、それ繋がってないんですよね。そうですね。それまあ、シャドウだからね、今日回してもらったりとかの方がいいかな。あ、それで大丈夫ですかね。はい、すいません。ということで、何やってんですか。そろそろ、そう、あ、それ持ってくる、俺使って。いやいやいや、大丈夫。もういっか、いっか。大丈夫しょ。はい、じゃあ、はい、改めまして、今日はようこそお越しくださいました、セイモスさんです。ザ・セイモスです。ありがとうございました。まあね、ご紹介をしてもらいましょうかね、はい、それぞれ。ザ・セイモスのボーカルの、シゲオです。セイモスのエレキドラムのMIT です。まあ、DJ キーボード DJ レイモンドです。はい、ありがとうございます。DJ レイモンド。DJ いっぱい出てきましたね。MIT さんと呼べばいいんですか。MIT でいいです。あ、わかりました、はい。じゃあそういうふうに呼ぶ。学歴とは全く関係ないんですけど、はい、ただ見たらいっていう名前だから、そこを略すかみたいな。あ、それを略して MIT なんですね。はい、わ、はい、かりました。そこを略。いや、なんか事前に、はい、自分たちのバンドを一言で言うと何ですかって聞いたら、はい、ブレイクビーツとポテトサラダっておっしゃってたんですけど、はい、それはとりあえず、いや、これ結構一言で表すのってほぼ不可能に近くないですか。だからこれ皆さんどうやって答えてるのかなと思って、俺考えに考え抜いた結果どうでもいいことになっちゃったけど、どでもポテトサラダってすごい深いなっていう、あれあれえ、あ、なんか いろいろ、ポテトサラダコンテストとかあるじゃないですか。あるんですか。知らないですか。知らないです。あるんですよ、そういうのがあるから、はい、まあ、深いからいいかなみたいな。なるほどなるほど。そういうことじゃなくて、いろんな、いろんなところから掘り下げていけるような、なるほど、感じかなみたいな。で、まあ、ブレイクビーツっていう、なぜ言ったかっていうとですね、はい、まあ、エレクトロニカユニットみたいなのもやら、はい、入れてたりともするけど、エレクトロニカの人はあんなダンスしないですよね。しないですよね、はい、それは間違ってるかな。セイモス自体は、ブレイクビーツっていうのともまたちょっと違うような気がするんです。どうなんですかね。でも全部ダンスミュージックを全部なんかひっくるめて、僕はなんか、はい、僕たちブレイクビーツとして捉えてるような気が最近していて、はい、まあ、そんなこんなで、はい、はい、で、なんかその結成期間、もう聞きたいこといっぱいあるんですけど、はいはい、なんかきっかけ、きっか、まあ、とりあえずきっかけから聞こうかな、結成の、まあ、はい、お二人はそうですね、モルドっていう、そうなんですよ、モルドっていう、まあ、それは、まあ、割とミニマルとブレイクビーツみたいな、うん、まあ、それもブレイクビーツなんですけど、はい、まあ、そういう、まあ、ラップトップでやる、それは歌とかなくて、はい、この過激なダンスもなくて、はい、っていうような、じゃねえよお前割としっぽりと、まあ、まあ、それは、まあ、そのモルドっていうのをやってて、はい、た中で、まあ、その偶然彼を産んでくれたお母さんが僕のお母さんだったっていう部分もあって、はい、まあ、兄弟なんですけど、なるほどなるほど、そうで、そういう部分もあって始めたユニットから、はい、まあ、彼は僕の学校の後輩で、はい、大学の後輩。あ、そうなんですか。もともとそのまだエモっていうのがあんまないなかった時に、はい、エモいバンドをやってて、エモいハードコアのバンドをやってたんですか。その時ももうドラムで、その時はね、ボーカルで、僕はギターだったんですよ。そうなんですか、はい、その時はギターやったんですね。ギターでしたね、まあ、今もギターみたいに弾いてますけど、はい、それが何年前ぐらいなんですか。それはかれこれもう90年代なので。あ、結構前ですね。そうですね、もう長い付き合いなんですね。長いです。うん、でも未だにエモいですけどね。いや、今日髪型がだからなんかこういつもとちゃうなと思って。前見た時はこうね、ピシッと、はい、最近それがブームなんですか。いや、そういうわけでは、リーゼント取るとこれになるんですよ。あ、
そうやったんや。え、それちなみにテンパちゃいますよね。テンパ違います。あ、よかった、よかったです。ちゃいますね。映りますね、その喋り方。喋り方映りますよね。うん、はい、あ、そうですか。で、なんかそれぞれ茂雄さんは、いろいろやられてるじゃないですか、はい、やってこられてもいるし、はい、でその自分がやってきたスケボーキングだったりとか、はいはい、弟さんとやられてる、はい、モルド、はいはい、モルドだったりとか、はい、他にもなんか最近始められたバンドもあったりとか、はい、すると思うんですけど、はい、その住み分けというか、その全部自分がやってることだし全部好きでしょ、はい、そうですね、うん、なのでそのこういうバンドの住み分けというか、その表現したいことがたくさんあるってことなんですかね、はいはいはい、そう、あ、まあ多少飽きっぽいっつのがまずあって、一個のことやってると、まあ、目移りしがちというか、はい、まあ、でも毎日ね中華料理食ってるわけにはいかないですから、うん、そうですよね、いろんなご飯を食べてもいいんじゃないかなと、うん、レモンドさんもそういうなんかいろいろなんていうか好きなんかマイクがごめんなさい、すいません。でなんか中華ばっかりは食べてたくないでみたいな考え方だったりもするんですか。あ、ごめんなさい、もう一回。あ、その音楽でね、なんかその普段何食べてるの。中華です。中華ばっかり食べてたらやっぱ飽きますもんね。ちょっとすごい適当に、はいはい、まあ、なんか今ね演奏終わってちょっとねぼーっとしてました。すっごいパフォーマンスですもんね。いや最近すぐ疲れちゃう、うん、それはそれはなんか体力つけてくださいとしか言いようがないんですけれども、はいはいはい、ね、え、何でしたっけ。いや、え、もう中華で大丈夫、うん、大丈夫かも、はい、MIT さんも、はい、他には何かやられたりしてます、はい。いや特にやってないです。セイモスで、うん、じゃあセイモスはその結成して最初はニューディールの、はい、多い今もね隣に住んでますけど。あ、本当に、はい、オレンジの隣に住んでます。そうなんや、この間間違えてニューディールの部屋にもう何10年ぐらい住んでるのにニューディールの部屋に鍵入れて入ろうとしてて一個ずれてんだこの人と思って手前、まあね、なんか車が止まってる位置がいつもと違ったんですよ。車の位置で判断しないでしょ普通。うん、おっちょこちょいなんですね。なんか多いんですよ結構、はい、でなんかね、セイモス の, そのプロフィールっていうのがあんまよく分かんないというか、はい、普通結構いろんな人のプロフィール見るとそれぞれの経歴とかが書いてあったりするじゃないですか。そういうことだったんだそれ。え、ごめん、なんて書いてあります？いや、あ、っていうかネットで検索しても、なんかこう煙に巻くようなね、ことをね。そう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 、それは意識的にそういうプロフィールにしてるんですか？あんまり過去とか関係ないぜみたいな。全、いや、全然そういうことじゃなくて、多分文章能力が著しく低かったんじゃないですかね。誰かに表現、あ、誰かに頼んだ気もするんですけど、はいはいはい、なんかいろんな人の手が加わってるうちにだんだんごちゃごちゃになっちゃって、うん、へ、なんか信用しないという組織。そう。だからなんか隠してんのかなと思って。違うんですよ。ホームページ作ったんですけど、うん、作った人がもうアクセス僕たちできない、その人がいなくなっちゃって、うんうんうん、自分たちはアクセスできないからもう一生更新できないんですよ、ね。だからもうあのままで行くしかないっていう。なんか JPEG 貼り付けるしかないのかなみたいな、うん、本当のホームページもなんか、いや URL は僕は取ったんですけど、はい、でお金も払い続けてるんですけど、それちょっと何とかしましょうよ。そうっすよね、新しいのと、うん、取ろうかドメインを、うん、そういう話やね。そういうドメインもう一回取るの。え、取れなくないですか。セイモスってちゃんと取ったらね、なんかなんとか図とか入れれば大丈夫でしょ。あ、もうついてるわ。そうですね、そうっすか。図図になって、まあいいや、すいません、なんかやってきます、とりあえずは、うん、はい、いや、もったいないね。でね、なんかそのそう、私ね、よく行くバーのなんか店員の人が、茂雄さんはいつもずるいところに行くなっていう風に思うみたいな、なんかこう、え、あ、多分お知り合いだとは思うんですけど、はい、まあ、名前はちょっと伏せといて、はい、なんか、なんやろ、こうポップさがすごくあるのにすごくかっこいい、はい、でもなんか日本のそのポップシーンではなく、そのなんか世界レベルでのポップシーンを考えた時にすごい メロディーがめっちゃポップなんやけどかっこいいっていう風に言ってはって、なんかそういう意識してるんですか。なんか俺は
俺はっていうか、あの、はい、こういう曲作りの仕方をするぞみたいな、こういうのはやりたくないよみたいないや意識なんかそのほら商業っぽい匂いがした途端に、はいはい、すごく嫌悪感を持つ人もアーティストの中にはいたりするじゃないですか、はいはい、そういうのは商業的にもうめちゃくちゃなってほしいですけどね、うん、そうですよね、うん、商業的になってくれあもうなんか、はい、ご自身たちの中では日本でももう爆発的に、いや毎回これは絶対いけるでしょっつって言ってますけど、うん、なんか多分年が引っ張ってるのかなんか分かんないですけど、はい、なんかうまくあの事務所に恵まれなかったりとか、はい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 、そういうことがいろいろあって、はい、まあそうですね、でもそれも全部自分たちのせいだなっていうふうに弟が申しておりました、うん、弟に逃げた嘘っす、なんかね、なんだろうな、まあでも意識はしてないですよ全然、うん、だ例えばこういう感じの曲調やったら、はい、なんか海外のレーベルとか、はい、ええんちゃうのと思うんですけど、だってなんかこう世界ツアーっていうかワールドツアーしてそうですもんね、なんかね、 そのついでに来てくれたみたいな、行ったことあるってないか、海外ではライブされたことはない、一番遠くて、一番遠くて北海道ですね、北海道博多めっちゃ濃くない博多、あ博多、はいはいはい、そうですね、だからまあ、 そこと上と下は結構抑えてますけど、でももうほんまにバンっていきそうなんですけど ねもうそろそろ、レベルにこうバンバン送ったらいいじゃないですか、なんかまずそのホームページを更新した方がいいんじゃないかなみたいな嘘なんかそういうことできないですよ僕ら、なんでなんでやろうよ、ズボラ、えズボラ、なんかなんでしょうね、胃の中の蛙みたいな感じなんですよ、なんかレイモンさんのマイクをやっぱりあった方がいいよね、うん、なんか無理、大丈夫だ、大丈夫だ、全然全然大丈夫ですか、あんま喋れない、あんま喋らないタイプなんですか、あんま喋れない、あ口がちゃんと開かないタイプ、うん、知らねえよ病気ちゃんとしてくれよ、なんかその意識的にはやっぱり自分たちはそのメジャーに乗っかる音作りをしているという意識っていうことではなく、いやね、いやなんか完成度はまあなんか高めみたいな感じはしてるんですけど、うん、なんかでも実際でもなんかこうなかなかね認められないね、うん、だけどなんか、うん、海外行っちゃえばいいのにって思うんですけどね、なんかはい、なんかそのパスポートまず持ってないです、持ってないですよ、ダメっすよ、住んだこともないんですか、僕ないです、ああそう、はい、お二人とも、あ、あります、あ、なるほど、誰、あれ、うん、ああ、そっか、言ってなかった、昔、いや、まあ、1ヶ月ぐらいだそれ住んだとは言えないですねいや、まあ1ヶ月いればホームステイですからね、うん、なんかホームステイみたいな感じですけどね、うん、それちなみにどこ行ってたんですか、はあのイギリスって言いたいんですけど、サンディエゴです。おお、はい、なんかでも、うん、似合いますね。サンディエゴがですか？それって売り喜ばしいことなのかな。すごい。あでも確かにでもあれなんですよ。家だけみたいな。メキっぽいから、ね、あのメキシコっぽい顔してるから。ですよね。はい、だからまあ、うん、そのね客引きとかにされないとか、うん、沖縄行っても客引き全くされなかったですからね、これ、うん、お土産屋さんとか無視、みんな現地っぽい、なんだかな、でもそれもそれはそれでいいかな、みたいな、うん、で、なんか、末もさんは、なんかこう、音楽とファッションとかすごいこう、近いところにいるような気がするんですけど、はい、そういう、なんか、見え方とか、私生活がお三方とも全然見えないんですよ、Facebook とか Twitter とか Instagram とかいろんなものをやられてますけど、それを見てても全く私生活見えないんですけど、それも意識されてたりするんですけどね、私生活なんかご飯をあげるのが少ないとかですか、いやいやいや、こんなさんでもご飯あげるのすごいですよねすごい、ご飯いつもいいもん食べてんなって俺それ見ながら、ね、でもあれいい良さげな時しか撮ってないですからね、でもそういうもんですよね確かに、だけどそのなんていうか日常が全く見えない、うん、はいはい、うん、しそのつぶやきとかもね、なんか疲れたみたいなのとかはやらないようにしようとかなんかほらちゃんとそのなんていうの、なんでディレクションされてるっていうか、なるほど、そのバンドのスタイルも
そういうのはなんか意識してるんですかね。いやでもクラブ帰りとか露骨に疲れてますけどね、うん、まあそれは誰でも疲れますよ。結構疲れてますけど、うん、意図的じゃないですか、ね、意図的には言わ、うん、意図的じゃないかもしれないですね、うん、おしゃれは好きなんですか。おしゃれはっていうかはまあまあおしゃれは我慢ですよ。修行がもういやいやおしゃれ番長っすよね。いやいやそんなことないです。まあでも結構そのなんて言うんだろうな、なんかそのスタイル的に、うん、そのバカテクじゃない分ファッションでやっぱカバーしていこうみたいな。うーんあれ変なこと言った俺。いやいやいや、うんうん、ちょっとその繋がりにくいっていうか、でも言わんつもりで分かる、分かる分かる。だからその全体的にトータルコーディネート的なね、うん、そんな感じの、うんうん、なんか音もおしゃれやし格好もおしゃれやし、うん、ライブもおしゃれやし、なんか羨ましがってる人すごいいっぱい周りにいて、はい、ああいうバンドがやりたいねんみたいな、どうしたらええねんみたいな、うん、なんかまあでもそのねバジェット的にはあんまおすすめできないですけどねまあね、いやいやその やっぱりそういうことをするとなかなかね、うん、バンっていうそのマスな感じないところも頑張ってやんなきゃいけないとこあるじゃないですか、うん、そのありますあります、こう切り込んでいくというか、うん、そういう風になった時にまあでもそこはでもうちらはそれは結構なんていうの楽しんでそういうことやってるので、うんうん、ただねもうちょっとたくさんの人に見てもらってもいい見てもらえたらいいのかなみたいなですよね、はい、感じはだから出させていただいてありがとうございます。いえいえ、うん、とんでもないです。本当になんか全然あ Facebook ページもっと貼りますよ。なんか今スタッフからね、はい、指示が出たんですけど、あります。 Facebook ページ持ってます。あります、ありますよね。ファンページ、まあ、結局それも、はい、そのなんだ誰あれがダメだったから Facebook にしたんですよねそのダメだったからの話はいいんだよ今日ホームページがそう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 のドメインがあてかよく更新の仕方が分からなくなっちゃったからみたいな。パスワードが分かんねえんだよそう聞けばいいじゃん。知ってるパスワード分かんないよね4桁なわけねえだろお前iPhone のやつじゃねえよまあこんな感じなんですよ。なるほどね。ドメインパスワード4桁って人いますよここ。あ4桁やばいっすね、やばい自分、うん、それはあの踊りになるわ。俺さっき見ててびっくりした。こう歌ってこうパッと見るじゃないですか、はい、なんか唖然としちゃって。なんで？いやなんかめっちゃ頑張ってかっこいい。一人でズーみたいになっててそれはねえだろ。一人誰も後ろ続いてないからこれはどうなのかなとか思いながら、すごいムーブですよねそんなのちゃんと見てるんですね、うん、そうなんか全然関係ないんですけど、はい、修行さんの機材で、はい、ほらカシャカシャって無線機 のマイクみたいなのあるんですけど、はい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 、あれって無線機なんですか。あれは手話、一応手話なんですよあれ。あで、そうなんですか。と、ま、なんだろう、サイトで取り寄せて、多分船とかで使う、要はおまわりさんとかの、はい、あれで手話版が出てて結構音いいんですよ。割いいですよね、はい、あとは割とその打ち込み物に混ざるし、あとオンオフがついてるのでハウンないからそういう部分で歪ますとベーッと羽織るじゃないですか。まあさっき羽織ってましたけどただまあ最小限にできるっていう羽織っても止めれるっていうところが。なるほどね。話せばそのフィードバックが起きないっていうね。そっか、はい、私ね実はあれかっこいいな思って買ったんですよ。マジっすか。で無線のやつやろうと思って、それなんか無線の専門店みたいなところで、あ、それね僕も最初それトライして最初僕買ったのバスガイドのやつなんですけどバスガイドのバスガイドさんのやつあるじゃないですか、はいはいはい、あれが形がどうにもかっこ悪くて、うん、今こうなってるじゃないですか。です、ね、バスガイドの人のこういう、はいはい、こういう感じじゃないですか。どう考えてもハトバスみたいになるんですよ。さすがにこっちの方がいいだろうっつってもう一個買い直しましたね。ああそうなんだ、はい、なんかもうどうしようもなく私のもすごくかっこ悪くて、そうこれはちょっとあかんわと思って置いてるんですけどね。俺カバンに古いやつ入ってますけどね一応も持ち歩いてはるんですよね、はい、いやなんとなくでもまあちょっと今の方がいいかなみたいな、はい、いやあれかっこいいなと思って。これこうとこうでだいぶ違いますよね見た目が、うん、もう全然違う。 これだとやっぱやばいっす。なんか右手に右手になっちゃうじゃないですか、ね、なるなる、はい、でいつもそのなんかセットがねすごいんですけど、これ持ち歩くのめっちゃ大変じゃないですか。持ち歩きっていうかまあ車でお運びになってると思うんですけど、
なんか減らそうとかそういう話にもなったりしないんですかね。いや、なります、なります、なりますよね、うん、だってみんなコンパクトにしようと頑張るじゃないですか、うん、そこをなんかこんなになんかカメラさんとか機材によったらいいんじゃないかしらと思うんですけど、すごいたくさんの機材を使用されてるんですけど、これも結局でも、はい、バンドだからしょうがないんですよね。まあ、生ドラムがいるバンドってギターがいてって考えたら、うん、多分この条件じゃ収まらないと思うんですよ。ですよね。そう考えると、うん、バンドにしてはコンパクト、ただまあそういう、はいはいはい、そのなんて言うんだろう、打ち込み系の人だとすると、うん、ちょっと多いみたいな、はい、そっか、そうそう、気持ち的にはやっぱり生バンドっていう意識でいるってことですか。結構やっぱフィジカルのものが多いので、うん、だそのフィジカルとそういう DTM じゃないですけど、そのシーケンスの融合みたいなのをずっとまあいろいろやってきて、うん、なんとなくこういうスタイルに落ち着いたので、うん、まあ、こっから減らすってなると人減らすとかそういう感じになっちゃいますけど、人減らすシビアな。え、で曲はどういう風に3人で作ってはるんですか。曲はでも、うん、まちまちですね、まあ歌に関しては僕は書いてたりしますけど、トラックは 三者三様のものを作るし、はい、それに対してまあなんて言うんだろうな、まとめ、まあひとしくんがたまにまとめて、あのニューディールがまとめてくれる場合もあるし、はい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 、今でも、そうですね、まあいろんなスタイルというか、まあいろんな道があってそれでやってますけど、まあそれなりに歌を入れるとなんとなくセイモスっぽくはいつもなりますけど、はい、じゃあなんかそのなんていう分業制ではなく割と3人で集まってやってるってこと。あ、でもやっぱそれぞれのパートを、うん、ドラムのパートはドラム、はいはいはい、やっぱ打ち込むの一番うまいし、うん、処理もうまいし、で僕は歌のパートとギターで、彼はやっぱキーボードとかシーケンスに強いから。あ、なるほど、一応やっぱ分業。うん、自分のパートで全部分業してます、うん、でデータやり取りして、はい、で最終的にガッとどっか集まるんですか。そう、まあでも TD も彼がやる場合もあるし、結構いろんなパターンが決まってないですね。あ、そうなんですね、はい、例えばその、なんかネットで拾った土屋アンナさんフューチャリングザ・セイモスみたいなやつの場合とかだと、 あれはどういう感じ、 ああいうリミックスとかそういう時とかは、ぶっちゃけた裏話が必要ですか、はい、じゃなくて、ぶっちゃけじゃなくていいです。なんかセイモスの I'm Leaving っていう曲があって、はい、でそれを CM で使う時に、土屋アンナさんのボーカルで、はい、あれをやったらどうだっていう話になんかどこかがお話をいただいて、でだったらもう一曲作っちゃえばみたいな話に、あ、歌を差し替えるんじゃつまんないからっていうような経緯で、うそういう風になったと、はい、すごくラッキーな、はい、それも、3人で、曲はプロデュースは、僕が曲をプロデュースして、なるほどなるほど、ただドラムの音ネタとかは彼が作ってたやつを使ったし、うん、なんとなく I'm Leaving の、変化版みたいな感じで作ったんですけど、セカンドに入ってる。なるほど、はい、そうですか、はい、いやなんか最近ね、もう全然これなんかあとちょっとしかないんですけど、はい、音楽以外にハマってることは何ですかって聞いたら、うなぎ、ね、しげおさんが、はい、レオンさんがシャドーボクシングで、MIT さんがホグレル、ホグレルってストレッチ、あ、機械でやるストレッチがあるんですよ。そう、ホグレルっていうやつ、ホグレルっていうのがあるんですか。 それはジムに通われて。そうです。あ、なるほどね、はい、うなぎどっかおすすめのうなぎ屋さんとか。うなぎ諏訪湖のそばにすごい美味しいとこがあるんですけど、それだいぶ遠いんで、近いとこだと神奈川の、はい、なんだろう、あそこ世田谷代田、あ、宮川わかります。はい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 、はい、あそこの2色っていうやつがあるんですけど、2色、白焼きと普通のやつが2色、めちゃめちゃ私生活ありますよねありましたねで、レイモンドさんはシャドーボクシング、さっきやってましたよね、シャドーボクシングね。やってましたね、はい、あれだったんだと思ってこの人何言ってんのかなと思ったんですけど、ボクシングされてるんですか。なんか最近 DJ の、はい、なんかジャンルが渋くなりすぎちゃって、はい、で今4台ぐらい同時に混ぜたりとかして、はい、でオラオラってやってると、はい、気づいたらお客さんがいなかったりとかするんですよめちゃめちゃそれで人がいなくなったんで一人でシャドーボクシングクラブでなんかしんみりするじゃないですか
今完全にあれだよそれは、うん、なんかボクシングやってんのかと思ってちょっとなんかこうやってみてくださいよぐらい言おうと思ってたんですけどやめにしときますそっちのシャドウじゃなかったみたいですねそうですね、はい、というわけで、ちょっとね、あっという間の時間だったんですけどなんか、ニューアルバムを出したいとおっしゃってたんですけどなんかいつ頃になりますか、なんかなかなかちょっと今まだ、はい、模索中模索中、はい、まあでもこの冬に頑張って作ってみようと、はい、いうように去年の冬も言ってました今年の冬は必ず、はい、いや毎回フェスに向けて作ろうと頑張るんですよ、ね、いやでももう、ね、もうフェスは無理かなと思って、はい、そうですか、 なんかいやその諦めがダメなんですって あのねでも毎年諦めないで来たんですけど、はい、でフェスの時間時期に合わせてでもねもうちょっとやめようかなと思うそういうの別に、うん呼んでもらえれば その時に出ればいいしフェスに出るためにその3月とか4月までにアルバム出さなきゃいけないっていうのに、はい、みんなミュージシャンが引っ張られるっていうのは僕はいかがなもんかなとなるほど、はい、まあ全然出たいですねでもそりゃそうですよね、はい、出たいなってそりゃそうあでも何回かのちっちゃいところでは出させてもらったことあるんですけど、はい、なんかねいや1回ぐらいはやっぱり出したいなっていうすごいでっかいとこでセイモスが見たいなとあれでもこの間出てましたよねワイヤー本当だ出てた出てましたね出てました、はいはい、いやもうねそういうことですよいやちょっと恥ずかったっすなんか何ですかなんか一番最初のこんばんはって言ったこんばんはの声だけが異様にでかかったっ って言われてすごいショック受けてうわーと思ってであとピッチがちょっとね悪かった部分があってちょっとね落ち込んでうわなんでこんな大舞台で失敗したんだろうと思ってあでもそんな全然気にならなかったですけどね聞いて本当ですか、はい、いやもう本当に来年ね頑張りましょう頑張りましょうで最後に告知などございましたら、はい12月の22日に津田沼の、はい、まあ友達のお店なんですけど、はい、アノマリーっていうお店があって、はい、そこでですねなんかそこのお店の10周年で、はい、なんかまあこれぐらいこういうこんな感じのスペースなお店なんですけど、はい、そこでまあなんかまあ仲間で飲みながらライブやろうかなみたいなそれで一般の方も来れるので、はい、もしよかったら7時ぐらいから22日12月2日やるんでよろしくお願いします。お願いします。ライブの日って飲んだくれたりとかするんですか？一切飲めないんですよ、僕たち。はい、彼は飲めますけど、はい、顔の通り。そうだったんですか。でもすごい飲めないですよ。どんくらいですか？ビール一杯飲むとも結構もう。いや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 、テキーラとか家にあるじゃないですか。家にあるだけです。あるだけです。俺が買ってきたわけじゃない。あ、そうなんだ。それは意外すぎてびっくりしました。うちらは全然ダメなんですよ。そうなんですね。あと車だし。あ、そっか、うん。まあでもこんだけの機材を片して帰るのに酔っ払ってっちゃね。そう。大変ですもんね。酔っ払ってなかったらマイクスタンド回せちゃったでしょ。あります、まあ、いいあります。はい、じゃあそういうわけで、はい、一組目のセイモさん、ザセイモさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。また後でお呼びしてますので、はいはい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、いや、さまざまな話が聞けたところでですね、はい、これはこの2組目のひろしさんを渡辺さんを呼び込む前に、萩原さんの映像をいけますよね。はい、萩原義明さんの、現代音楽にネタを求めるのは間違っているだろうかをご覧ください。現代音楽にネタを求めるのは間違っているだろうか。こんにちは。今日はですね、ミュージックシェア関西も始まったみたいなんで、ちょっとね、大阪に来ております。見えるかな、グリコのロゴ、ね。今日はですね、こういう師走ですよね、もうすぐね、なので師走に、ふさわしい、現代音楽を紹介しようかなと思っております。じゃあまずはちょっと、聞いてみましょう。どうぞ。
どうですか、このなんかパララ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 とずっとね、まるで永遠に続くかのような音楽なんですけど、これはですね、フィリップグラス、アメリカの現代音楽作曲家のフィリップグラスという人の、ミュージックイン12パーツっていうね、12部の音楽とか、12個の部分からなる音楽とか、そういう風な、言われている曲ですね。これはですね、なんて言うのかな、楽しみ方というか、僕はなんでこの曲が好きかというとですね、こうミニマルミュージック、いわゆるミニマルミュージックと言われているんですけど、小さなフレーズが、どんどん積み重なって、それがこう心地よい陶酔をもたらすっていうね、なんかまあテクノの元祖みたいなところもあるんですけど、ただこうフィリップグラスのですね、ミニマルミュージックの中でも僕が好きな理由はですね、小説の観念をちょっと覆すというか、あの取り外すというか、小説線のバーをなくすみたいなところが、フィリップグラスにありましてですね、結構こう頻繁に気ままに、表紙が変わっていくんですね。そういう部分が結構ね、うっとなって気持ちいいと。あとね、こうフィリップグラスはもともと確かオルガン奏者なんですね。なのでこう使ってる楽器にオルガンが入ることが多くて、その関係でですね、結構なんていうの、音圧が、同じ音圧がベターっとした感じで、曲が構成されることが多いんですね。なので、それこそこういう風なね、雑踏の中でヘッドホンをつけてこう、なんかですね、 iOS7 になってから飛ぶんだよね、 iPhone がね。というわけで撮影してたら飛んだんで、もう一度ちょっと途中から言うんですけど、こうベターっとですね、音圧があるので、こう雑踏の中で聞いてるとですね、こうまるでこう世界から自分が隔絶されたかのような、そういうこうちょっと今ここをね歩いてる人の中で、現代音楽を聴いてるのは自分だけなんじゃないかみたいな、そういうですね、不思議なこう隔絶感が結構ね気持ちよくて、それがまたこの繰り返しの音と相まってですね、陶酔感をもたらしてくれるというですね。でこの音楽はですね、12個の曲からなってまして、全部聴くのになんと3時間半ぐらいかかるんですね。で3時間半ずっとなんか、まあ、途中ちょっと、もちろん曲が変わるんで、そこのところで音が止まるんですけど、パラ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 言っててですね、同じような音圧で耳がこう刺激されているのが、急にパタッと音が止まるわけですね。そうすると今まで隔絶されていた世界にもう一度こうあれっと戻っていくというですね、そこの感覚がまたちょっと気持ちよいというね気がするわけなんですね。なのでですね、皆さんもですね、こう自分のね一番近くの駅とか、雑踏とかですね、そういうところでこうなんか、聞いてみるといいんじゃないかなと思いますね。なんか今ちょっと後ろの方でちょっと怖いお兄さんと怖いお姉さんたちがちょっと喧嘩していますが、前にちょっとベネチアでね同じようなことが、ベネチアじゃないかローマか、あった時はちょっと見に行ったりもできましたけど、ちょっと日本だとそういうことするの怖いのでそういうことはやりませんけど、はい、なんだっけ、はい、ね、フィリップグラスの、12部の音楽でした。皆さんもぜひ聴いてみてください。よろしくお願いします。はい、というわけで、萩原さんのゲネ待ちでした。はい、2組目のゲストが登場です。ひろし渡辺さんです。よろしくお願いいたします。いや、実はもう本当結構10年ぶりとか、結構すごいすごいぶりにいきなりこんなところに呼び出して、ね、本当に申し訳ございません。メールとかね、そういうのは時々、はい、あ、そうですよね、なんかやり取りしてたんですよね、一緒になんかやりたいです ね, ねみたいなとか ね、はい、やってたんですけど、はい、はい、というわけで、あのプロフィールの方、あの最初なんでちょっとご紹介したいんですけれども、はい、アメリカ合衆国ボストンのバークリー音楽院でシンセサイザーを学び、DJ や写真家、舞台音楽、またさまざまなアーティストのリミックスを手掛け、さらには音楽ゲームのビートマニアシリーズに楽曲提供するなど、その楽曲活動の幅は多岐にわたる。ハウスミュージック系クリエイターって書いてあるんですけど、うん、はい、これどっかなんかどうなんですかね、どうなんですかね、ハウス、ハウス、まあある角度から見ればハウスかもしれないし、ある角度から見るとテクノとも言えるし、うん、そうですよね。でも今日はあのライブ回答という名義でのライブなんですけれども、はい、うん、そのあこの話をするとあれか、まあいいや、でも、うん、海人とその広瀬渡辺という本名での
やってる時のその違い使い分けみたいなんてやっぱありますよね。ありますあります。もちろんね。あります。どういう使い分けをされてるんですかね。もうね、はい、本名の方は、はい、もう自分が多分やりたいことをいろんなことを試そうと思える自分の中でこう、うん、エリアというか、はい、そういうふうに仕立てておいて、はい、カイトはカイトでもっとよりストイックに、うん、カイトっていうまあこう時間をかけて作り上げてきたカイトって自分の頭の中であるサウンドがあるんですけど、その世界観をとにかくこう探求していくというか、だからそこから音の幅っていうのは、うん、多分カイトっていうところの中からこうブレないようにそこの中でこう構築していくっていうか、そういうなんか、うん、あの自由、方は自由で片方はもう本当に温めているものを放出していくみたいな感じなんですね。ドイツ の, そのコンパクトっていう、うん、あのまあ、ドイツで一番大きなエレクトロニックレーベルだ、はい、なんですけど、はい、そのレーベルの方からもうそういうカラーは大事にしなさいみたいな話とかがあったりとか、うん、そういうのはないんですか。いや、それはないですね。僕が、その、ニューヨークから戻ってできた後に、はい、2000年、99年に戻ってきて2000年あたりでいろいろ新たに日本で戻ってきたからこそ 何作ろうと思って作り出してた音がいろいろあったんですけど、はい、そこで、まあ、自分がこう作り上げたものっていうのが今につながってるんですよね。そのカイトサウンドっていうのは。あ、なので、じゃあもうその日本に帰ってきてからカイトを始めた、うん、そうです、そうです。あ、そうなんですね。でそれからそのコンパクトに何かを送ったんです。2曲そのまま送って2曲、あの時はもう CDR でね、はい、送って CDR で送って、ですぐメールで返事来て、すぐってどれぐらいなんですか期間は。1週間ぐらいで、まあ多分あの時の普通のエアメールで多分 4,5 日かかるでしょ普通、はい、それで聞いてもらってそのまんまメールが来たって感じだったんですよね。すごい。いやだから早いなと思って。めっちゃ早いですよね。そうすごい。あの時で言えばね、うん、なんかこの間のケン石井さんも出ていただいたんですけど、うん、はい、やっぱケンさんもそのデモテープをなんか、はいはい、送って R&S に、はい、ですぐ連絡来たみたいな、いいなと思ってなんかセイモさんも送ったらいいと思いますけどね。なんか全然送ってないってさっき言ってたから送った方がいいのになと思って。いやでもなんかなんかがこううまく噛み合ってたんだと思うんですよ。例えばそれがニューヨークに遡っちゃうと、はい、やっぱ本当にものすごい数のデモテープを僕ももう本当に毎週毎週こう歩きながらレーベル訪ねてテープ渡してっていうことを。大学生の時。いやそれも卒業して、ボストンで卒業してニューヨーク行ってからの話なんですけど、はい、DJ もやり始めて、でもうまあ、トラックはもうかなりいろいろ作り出していて、それをやっぱりレーベルに持ってってレコードにしていきたいっていう、まあ、ステップがあるじゃないですか、はい、そこの中でもうやっぱりあの当時こうレーベルからこう作品を出すっていうことっていうのがやっぱりそのハードルが高かったというか。そうですね、うん、今だとあんまりなんかレベルにこだわらず個人で出される方もね、うんうんうん、多いし、うん、私とかもそうなんですけど、出し方っていうのがいろいろ出て、うん、あるんでね。でもね、その当時はやっぱりなんかそうですよね、うん、あそこのレベルから出したいなみたいなのとかもすごいやっぱり、うんうんうん、ありますあります、ね、みんな周りの人結構ありましたしね、うんうんうん。で大学でシンセサイザーを学んでたってことなんですけど、はいはい、具体的に何をやってたんですか。具体的にね、うん、とにかくずっとシンセサイザーをいじってられるんですよ。ていうかそもそも、はい、バークリーの試験ってどんな感じなんですか、はい、いや試験というかその入学するためっていうのは、はい、まあそれ相応の その向こうが必要、これ必要ですよっていうそれぞれのそのなんていうんだろうな、こう必要事項があって、はい、そういうものが揃ってれば基本的には入れるんですよ。基本的には入れるんです。基本的にははい、うん、でまあ、日本人の場合例えば英語がちょっと苦手だったりとかっていうのはみんな誰しもあるんで、うん、そこら辺こうその時には話せてた。話せてないっす。へえ。いやだから大変だったんですよね。めちゃくちゃ大変ですよね。大変です。いきなりその授業も難しいやつ、うん、英語で
始まるんですよね。まあ最初からすごく複雑なものっていうのはないんですけど、授業の中で、はい、まあ徐々に徐々にそのもう五線譜見ながら何言ってるかって、そのやっぱり音楽の中での共通語をもうこう必死にこう食らいついてってっていう感じだったんですね最初は。だからやっぱりその英語に関しては僕もすごく大嫌いだったんでだからちょっと舐めてて、もうやっぱり若いから本当勢いだけでもう行けばなんとかなるみたいな感じでって思っていって、すごく痛い目に遭いましたねそこは。で行ってからやっぱりすごい勉強 しました。そうですね、なんかあの馴染んできましたね。どんくらいで話せるようになるようなんですかとか、やっぱりなんか最初のもう半年1年ぐらいですごい耳がどんどんこう馴染んできて、言ってることだんだん分かってきてっていう段階から次にね、それを真似して話していくって、まあ徐々に徐々になんですけど、まあ結局どこの多分国行っても最初はその生活をどうするかっていうことから言葉学んでいくじゃないですか。まあそれが同時に学校も一緒に来ちゃったんで、だそういう意味ではまあなんかもう多分語学のことも頭パンパンだし焦ってるし、ドキドキしながら毎日学校行ってたんで、ただやっぱまあ音楽があったからね。でその申請をいじりながら、そうですそうです、ずっといじってられるんですか。ずっといじってられますね。もう好きなだけいじって、まあ要は授業の内容としてはもう本当にシンセサイザーの歴史からどこからどう始まってとか、どんな種類のシンセサイザーがあってとかっていうところをすごくこう学びつつ、実際にじゃあシンセサイザーを使ったプロデュースの方法だったりとか、どんな音楽があるのかとか、どういう方向にそのシンセっていうものを生かしていくのかとかっていうことをいろいろ授業でも習ってったり、ラボでもずっと実験しながら毎日毎日とにかく学校行って曲作れるような環境っていう、もうそれ生徒全員が曲作ってる感じなんですか。そうですね、いじったりもう好きな音ずっと作ってる人もいれば、曲を作ってる人もいるし、かなり細分化されてるんで、その、専攻が、はいはいはい、だからシンセサイザー科と言われてる人たちの中でも少しこう方向が違ってたりとか。何人ぐらいいたんですか。いや結構いましたよ、かなりいましたね。人数でいうと、でもやっぱりそのなんて言うんだろう、僕と同じ、時期に入った人たちとまた違う時期に入った人たちでいろいろもうこう入り乱れてるんで、あもう一色茶なんですか。そうですそうです、そうです。だから同じ、同じ授業取りたいっていう人もそこ入ってきたり、でまたなんかこうその専攻じゃないと取れないクラスもあれば、別の専攻の人でもある程度シンセサイザーのここまでのクラスだったら要するに選択して授業取れたりとか、そういうのもあるんで、ちょっとこうクロスオーバーしてるとこがあったり、面白いあるんですよ。へ、はい、でそんなこんなして、はい、ニューヨークの、はい、レーベルから、はい、まあ、ダンスミュージックのレーベルからリリースされてると思うんですけど、はい、それは大学は卒業した後ですね。した後なんですね。後です。後です。それはどういう経緯で、2004年の終わりぐらいにニューヨークに移ったんですね。うん、まあ、やっぱその当時のもう僕がすごいこうダンスミュージックに魅了されて、もうまあいろんなものを聴いてる中で、主にはやっぱヨーロッパの方のテクノの方が多かったんですけど、はい、実際にボストンからニューヨークって割と近いんで、であのバスに乗ったりしながらこう夜な夜な行くわけですよね、週末にクラブに、はい、でそのニューヨークのクラブサウンドみたいなものをもうとにかく体感してしまって以降は、このまんま多分ボストンから日本っていうのはもうありえないなって思っちゃって、なのでやっぱもうそこのニューヨークっていう場所で、あの音がある場所で、とにかくその自分の音楽ってものがどこまで通用するのかっていうことに、あの当時はちょっともうこう自分の中で勝負かけたくなっちゃったというか。へー、すごいですね。なんかその引っ越ししたんですか。そうですそうです、もう引っ越しして、それだけ、そうです、それだけをもうそれだけをもう目指して学校卒業して半年ぐらいは楽器屋さん勤めてたんですけど、ドクターサウンドっていう結構マニアックな楽器屋で、あるんですか。実はそのに日本のある楽器屋さんが経営してた
あの楽器屋さんなんですけどね。だけどもう、お客さんはもうかなり、音楽通というかそのマニアックなお客が多くて、うん、結構僕はそこでいろんなお客さんと交流できたし、うん、すっごくいいきっかけになれたんですよね、そこが。ただまあ半年で辞めてしまったんですけど。お早い。でもそこで知り合ってなんかこう DJ やってみない、うん、とかそういうの誘われたりとか、ね、そういうことでは もちろん多くの DJ も遊びに来てたし、うん、あらゆるプロダクションのプロデューサーとかも来てたし、うん、あの当時そのニューヨークの中でアナログシンセを徹底的にいいコンディションに修理できるのがそのドクターサウンドがもう一番だったんですよ。へ、その修理っていうのがすごいやっぱ大事なんですよね、アナログシンセの場合、うん、かなりコンディションっていうのを常にこう整えておかなきゃいけないん で、うん、そういうなんかもうヴィンテージですよね、いわゆる、うん、そういうものをとにかくもう毎日のように持ち込まれてきてはそれをこう修理工場に運んでって、僕はもうニヤニヤその人生を修理してるとこを見ながら、うん、なんかそういえばこの間友達がそのとある楽器屋さんで働いてるんですけど、はい、メーカーさんで、ヴィンテージっていうか、まあ、アナログシンセ、古いシンセなんですけど持ってきて、これノイズ出るんですけど不良品ですよねって言われたって言って大騒ぎしてましたけどね。そういう変な人とか いませんでした。いや、もっとね、もっとこう、はい、言ってみれば全員が狂ってましたね、もうあの当時ね。僕が見てきた人たちっていうのはそうなんだ、ぶっ飛んでましたね。あ、でもそういう時代ではありますよね、日本も。クラブシーンはその、うん、そうですよね、なんかもうみんなイケイケな感じで、ねね、なんか元気いっぱいでしたけど ね、なんとも言えない。裸にみんな、なんかね、男の子はもう必ずみんなこう上脱いでもなんかステージ立つみたいな時代がちょっとあったりとかするのを思い出すんですけど。それで、日本に帰ってこようと思ったのは、はい、どうしてなんですか、そんなに熱い思いでこうやってたんですけど。そうですね、自分の中でミッションクリアしちゃったんですよね、ある時に。そのミッションはもうあれなんですよ、やっぱあの当時にこうニューヨークっていうそのシーンの中で僕がすごくこう気持ちを向けてたそのダンスミュージックのシーンっていうのは、いわゆるニューヨークのハードハウスシーンっていうのがあって、あの当時90年代半ばから後半にかけて、で、あのジュニア・バスケスっていう人が、まあ最初当時サウンドファクトリーってとこで DJ してて、その後お店が名前変わったりトワイロってなったり、いろんなお店にはなってったんですけど、はい、まあその彼に、まあ要は僕が自分で僕のレコードをかけてくれないかって頼みに行ったり DJ ブースに持ってったりとかっていうのはすごく自分では違うなって思って、まあみんな持ってくんです、とにかく聞いてほしいから、聞いてほしいから持ってくし、持ってってかけてほしいって、ぜひこう気に入ったらプレイしてほしいっていう気持ちで持ってくんだけど、なんか僕はそういう状況を見てて、こういう風になってもし自分の曲がかかったとしてもなんか満足できないなって思ったんで、その要は自分が作ったものがレコード屋さんに並んで、そのレコードをまあ本人が手にしてくれて、でそれでそれが実際にクラブでかかったら、まあ自分の音そのものがちゃんと自分自身でこうアピールしたことよりも音楽があって認めてもらえるのかなっていうことをなんかチャレンジしたくなっちゃったんですね、あの時ね。なるほど。それで日本に帰ろう、うん、その帰ろうと思ったのはかかったんですよ、自分の楽曲が。あ、そう、まあ、レコードになって、はいはいはい、まあ、いろいろレーベルから出してたんですけど、 そうか、それがそうです、そうです、ミッション、そうです、要は自分の中でのニューヨークシーンっていうもので自分をこうすごく欲してたものというか、うん、そういう 何かがそのかかったってことで、うん、なんかふーってこう溶けちゃったんですよね。なんか経験したことないな。なんか、うん、でも人気のある DJ の人にかけてくれって持ってったことはあります、うんうんうん、アナログをもうお願いやからみたいな、はいはい、
いやでも僕もそういう気持ちあったし全然やっぱり、うん、もうかかるとイエーイみたいな、うん、なんかでした、うん、そこから先がなかったな頑張らなきゃで、ちょっとここで、はい、話は変わりますけど、はい、最近犬を飼い始めた、はい、みたいなんですけど、はいはいそうですね、なんで急にワンちゃん、はい、ワンちゃんはやっぱ家族で前から欲しいっていう話があって出てたんですね。そうですそうです。お子さんがその子供たちも犬飼いたいみたいな。そうですそうです。周りのね他の友達で飼ってる家庭とか見て、うん、ワンちゃんにも触れられるし、はい、でまあじゃあみんなで家族5人でちゃんと責任持って育てるんだったら飼おうかっていうことで、うん、まあ買ったわけですよワンちゃんを生活ずいぶん変わるでしょ。変わりましたね。しかもなんか犬って毎回散歩に行かなきゃいけなかったりとかして、毎日ねえねえで、ねえ、いつの間にか寒いと子供が行かないみたいな、あもうなんか子供みたいな、なんか子供に任せた方がいいと思うんですけど、うん、もう僕らは夫婦でもう俺たちにやらせろともうとにかくそうなんですね。毎日散歩に行ってますね。うん、でもそれがなんかすごくストレス解消にもなるし運動にもなるし、いろんな意味で基本ずっと家にいて、そうですね、作業されてる、平日はそうですよね、やっぱり。あ、そっか、うん、そうですよね、スタジオこもってやってるんで、うん、ちょっと煮詰まったりとか、うん、ちょっとなんかねブレイクしたい時ありますよね。そうです、そういう時にワンちゃんの散歩と、でそうです、うちのワンちゃんはトイプードルなんで、はい、なのでこうもうここにも書いてあるんですけど、はい、こうトリミングっていうのが必要なんですよね。そうですよね、だいたい月に1回ぐらい、わーってすごい伸びてきますよね。そう、シャンプーしてカットしたりとかっていうのが結構お金かかるんですよこれ。そうですね、はい、なのでこれをなんかもう毎月っていうのはちょっときついなと思って、うん、これも自分でやろうと思って、うん、でハサミとか買ったりとかして、バリカンも買ったんですけど、それ犬用の、犬用のやつです。そんなんあるんですね。ちょっといろいろ試してみてるんですよね今ね。プードルのカットどうです、カットしましたもん。してますよ、もう何回も。ええ感じに、いい感じに時々トリマーさんところがペットホテルだったりとか、はいはいはい、病院だったりとかってとこにくっついてるとこがあるんですけど、近くに、そこでいつもカットしてるじゃないですか。それをこうじーっと見ながらどうカットしてんのかみたいなのを見ながらそこで盗もうかと思ってじーっと見てるんですけど、はい、そっか、はい、あとなんか5分なんですけど、まあそうですね、もう止まっちゃったじゃないですかカンペが出るとね気になっちゃって、でまあそういうね心もリラックスした状態に、はい、犬が来たことになり、はい、まあそんな感じで、はい、リリースしたカイトの、そうですね、カイト名義のアルバム、はい、ニューアルバムなんですけど、ニューアルバム出しました、先月末に、アンティルジエンドオブタイム、これはどういう、なんか思い出、今までそのカイトってプロジェクトに関しては、はい、僕のその息子の写真っていうのをずっと使ってきて、そうですよね、あ、そうだ、カメラの写真、あ、写真の話もしたかったんですよ、ごめんなさい、イメージっていうのがある種定着してたんですよね、はい、カイトっていうものがイコール子供っていう、その僕の子供だとかそれはどうでもいいんだけど、とにかくカイトっていうのがああいうビジュアルとして子供のイメージっていうのがすごくあったと思うんですけど、はい、まあ、だんだん本人ももう大きくなってきてもう中学校2年生なんですよあ、そうなんですか。そうなんです、だからもう子供じゃないし、子供じゃない、そうなんです、結構ね、しっかりしましたね。そうです、で僕はね、カイトって名前を使ってやってるわけじゃないですか、はい、なんかそこがだんだん僕の中でもこうまっすぐな感じじゃなくなってきたんですね。要は彼は彼だし、今までビジュアル使ってきて自然派生でコンパクトってとこから出すために出来上がったプロジェクトではあるんですけど、なんかもうちょっとこう僕自身にもっと責任を持たなきゃいけないってすごい
感じちゃったんですよね、今回のその4作目っていうのは。なるほど。なのでそういう子どものイメージとともにこう立ち上げてきたカイトってプロジェクトは3作目のトラストっていうアルバムで、もう僕の中ではもう全部やりきって完結させたっていう気持ちがすごいあったんです。なので4作目に関してはもうゼロから自分のプロジェクトとしてあのもう一度始めたっていう感覚がすごい強いんですね。そうなんですね。でも本当に素敵なアルバムで、なんかもうなんだろう、なんか真っ暗な、はい、あの部屋で何も見ずになんか聞くっていうのがすごいなんか好きで、なんか自分の頭の中でいろんな景色を風景を想像してちょっと旅、脳内を旅に出させてますよ、あ、それ嬉しいです、すごい嬉しいです、僕もそのイメージでしか作ってないですね。あ、そうなんですか。そういうイメージなんですね。やっぱり間違ってなかった。間違ってないですで、今から演奏してくださるのもその、はい、新しいアルバムに入ってるものも、ね、の方が多く考えてるんですけど、普段よりちょっとね短めにこうどういうふうにやろうかなって、うん、ちょっと今まだ分かってないんですけど。あ、そうなんですか。ライブ、それがライブなんかもうやりながら、そうですね、どうなることやらという感じで、ライブはライブでまたちょっとこう、はい、アルバムで聴いてもらってるものと少し変えてるところもあるんで、やっぱりじゃあそうですね、じゃあもう楽しみでしかないんですけど、ね、早く演奏してくださいよみたいな気分なんですけど、ライブやってここで話した方がなんかやっぱいいっすよね、なんかごめんなさい、なんかすごい緊張してんすよ僕今日。そういう風には見えないですよ。でも本当っすか。うん、全然緊張してるように見えないです。いや緊張してます今日。でも多分電気消して、お酒って飲まれるんでしたっけ。あ、少しは飲みますよ。ちょっとさっきお酒を差し上げればよかったかな。そうですね。でも多分あのライトが暗くなったら大丈夫です。はい。そんな感じで、はい、ライブの準備をよろしくお願いします。はい、わかりました。はい。はい。ではそのライブの準備の間にですね、こちらの映像をご覧ください。徳差健吾のクラシックアワーです。はい、クラシックアワー今月も佐竹。店長にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。噛んでしまいました。はい。はい、もういい、バチンとお願いします、最初から。はい。こうして今、呼ばれているのが、まあ、いろんな縁ありまして、はい、Amazon で CD を買ってくれたお客さん、はい、Amazon でクラシックのマニアックな CD を売りまくっている、まあ、店のおっさん。まあ、この二人でお送りさせていただきます。はい、よろしくお願いいたします。で、まあ、その徳差さんも僕の店のジョリベの作品でしたな。はい、ジョリベね、はい、これはね普通の人買わないんですよ。いいですね、すごい、あの、まあ、作曲家で言ってもやっぱりロマン主義、ベートーベン、ブラームス、そこら辺みんな買うんですけど、ジョリベという作曲家を買って、うん、でもうそれが知る人ぞ知る一枚で、まあ、専門誌でレコード芸術というのがあるんですけど、うんうん、そこであの海外視聴機でこっそり特選になってたやつですね、うん、でまあそういうのを買ってくれて、でまあで、ね、はい、いろいろ縁があり今日お会いがでお会いできて、また、はい、そうですね、東京大阪間でそう、まあ、トークしておりますということですね。はい。でまあ、クラシック音楽は何が強烈かっていうと、まあジョリベ聴きはったらすごい分かると思うんですけども、うん、全然違う世界の音楽なんですね。そうですね、はい、そのトランペットの音やらそのアンサンブルの雰囲気とか曲の構成とかが普通に聴く音楽とは別次元の世界にトリップさせてくれる、うん、これねやっぱね、知ってる人は知ってる、まあ音楽の魅力っていうのはそうだと思うんですけど、特にクラシック、まあ、そうですね、各ジャンルね、やってると思うんですけどね、クラシックっていうのは何考えてこんな演奏になってるんだ、こんな曲なんだっていうのがあって、うん、また演奏家ごとによって全然違うという、うん、これがねもう完全に中毒になるぐらいの魔力を秘めたジャンルなんですよ。で、まあ、今回僕東京来させてもらって、僕店やってるんですけど自分自身マニアなので、まあ、東京来て、18万円ぐらいちょっと CD 代に今回使わせていただきました。18万ですよ、はい、18万円買ってる人見たことないですよ。そうで、まあ買ってたら、あ、
僕のお客さんでこの人やったらこういうの気に入るやろなとか思って買ったり、あ、もう馴染みの、あ、マリア・ユーディナのショスカーコービチのピアノソナタ2番、あ、これ絶対あの人聞いたらビビるやろなっていう、うん、まあそういうのもなんか買ってる時に面白かったりとか、うん、で、まあその演奏家ごとにその全然違う姿世界を見せてくれる、それがやっぱあのマニアになる一つの手がかりというか道しるべになるんですね。この演奏家のこの CD を聞いて、うん、今までベートーベンなんて思わないと思ってたけどベートーベン面白いやんとか、うんうん、で例えばこれすごい地味な CD なんですけど、これあの自動ピアノですね。ウェーバーデュオアートリプロデューシンググランドピアノといって、100年前の録音がここにあのピアノに吹き込まれてるんですよ、うんうん、で自動演奏、ね、自動演奏ですね、はい、よくあのオルゴール館とかそういう自動楽器置いてる博物館とかで鳴ってるやつなんですけど、うんうん、まあここにあのガーシュウィン、もう90年ぐらい前に80年ぐらい前に亡くなられた有名な作曲家の自作自演のラプソディインブルーとか、うんうんうん、まあこういうのが入っていて、でこれいろんな CD が出てるんですけど自動ピアノの再生ごとに音が違ったり雰囲気が違うので、まあ、マニアになると何かが出たらこうやって違う CD でも買うと、うん、でここには他にあのイグナツ・フリードマンという、パブロ・カザルスと一緒にピアノを弾いててチェロの神様ですね、カザルスといえば、うん、カザルスホールの、そう、うん、はい、なくなってしまいます。その人のショパンのワルツとか、はい、もうすごい濃い演奏、自動演奏で入ってるんですね、うん、でこれを今日手に入れたり、まあそうやっていくとその100年前の録音、あと例えばフランツリストの弟子さんとか、うん、一人一人の演奏家が全く別の魅力を備えていて、うん、まあそれがね聞き出して分かってしまうと僕みたいに家に CD が1万枚とかに、そこ抜けますね、そう、はい、これがやっぱ楽しいですね、はい、ありがとうございます、5分ねあっという間に来てしまいましたので、はい、佐竹店長は、昼はレコード店の店長、そして夜はなんと精神病院のに勤務、あ、逆ですね、逆、はい、あの日勤で、平日9時5時で精神病院勤務精神病院での仕事とレコードの仕事を一緒にやってらっしゃるという佐竹店長でございます、はい、通院ではなくね通勤の方でございます、はい、相当濃いことをしてます、はい、ありがとうございますThank you.
ありがとうございました。広志渡辺さんでした。とても素敵なライブをありがとうございました。もうたくさんの書き込みがあって、はい、もうスターオブスノーのところにちょっともう私もちょっと極まりましたよ。感極まりました。極まりました。喋れてないです。いや本当に素晴らしいライブありがとうございました。あとセイモスさんもこちらにお越しください。ぜひ。大丈夫ですか。すいません、あなんかちょっと回した感じで、あもう本当にお二方とも素敵なライブだったってすごい書き込みがありまして、今日は本当にありがとうございました。ありがとう。というわけで皆さん、ザ・セイモスさんと広志渡辺さんでした。今月はこれで終わりですが、来月のゲストですね、ダフティとレコライド、12月23日で あれなんですよね、クリスマス前なんでちょっと女の子にしてみようと思いまして、はい、というわけでまた来月ご覧ください。そうですね、はい、本当ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、なんかあ、なんかごめんなさい、え、まだ映ってます？あ、じゃあ最後に一言。あと2分だって、はい。じゃあとりあえず僕から、はい、どうぞ。出したアルバムのまたビートレスバージョンで、ビートを省いてまた全部アレンジし直した、別のアルバムが2月の頭に出ます。そちらもまたカイトの名義なんでぜひ楽しみにしててください。ありがとうございます。はい、じゃあ来年、アルバムが出せるようにみんなで頑張っていこうと、はい、あとは、ドメインをもう一回見直そうというところから、ね、はい、セイモスでした。ありがとうございました。はい、どうぞ。というわけです。はい。本当に皆さん、ご覧いただいた皆さんもありがとうございました。また来月。